こんにちは藤田です今日も一緒にエクササイズ頑張っていきましょう今回は楽して本気でお腹痩せする方法を紹介しますこの方法で1ヶ月でウエストマイナス1 0センチ一緒に目指していきましょうお腹のはみ出したお肉全然落ちないですよね年齢のせいかな食べ過ぎかな姿勢かな色々考えますよねでもその原因は スストレスだったんです実は僕もこれを知らずに失敗してしまいました。もともと123キロも体重があってウォーキングも腹筋もしたけど全然続きませんでした。特に頑張るだけでは痩せませんでした。それは普段の生活の中で十分努力しているからなんです。仕事、家事、子育てに昔よりもストレスがたまる社会になったことこれが太る原因なんです。ななののに体重が落ちないのは頑張り 過ぎていていそれがまたスストレスになっってて体を守ろうと脂肪が多くななるんですなので、この動画の中では僕が理学療法士として仕事をしていた経験だったり自分自身試して効果があったものを紹介していきます。また、動画の後半では寝る前のストレッチの具体的な方法についてもお伝えしていきます。だから、これからダイエット始めたい。いつも途中で挫折をしてしまうことが多いっていう人はこの動画見ていってください。 ながらできる方法なので運動する習慣必ず作ることができますまた成功率90%以上ダイエット生態主流確実に痩せる別人ダイエットの方法はメンバー限定動画でもっと詳しくお話をしてますこの動画を見てもうちょっと知りたいなって思った方は概要欄からメンバー登録してみてくださいそれでは楽して本気でお腹痩せする方法それはストレスを減らすことなんですストレスっていうのは 外部から刺激を受けた時に生じる緊張状態のことなんですねで、外部からの刺激っていうのは天候とか雑音とかの環境的な要因だったりとか病気、寝不足などの体自身の要因不安や悩みなどの精神的な要因そして人間関係がうまくいかない仕事が忙しいなどの社会的な要因などいろいろありますつまりストレスというのは体自身が守ろうとする機能 のことなわけなんですよねで、ストレスは外からの刺激だけではなくて自分の中での不安や悩みなどにも作用してくるっていうことなんですね例えばダイエットについて考えるときに家族に本当にそんな食事で痩せることできるのいやお前痩せる気あるのとかですね会社に上司とか部下にイライラしてしまって暴飲暴食してしまうっていうことあるじゃないですかただこれだけではなくてダイエット中のストレスには逆 弱の面もあるっていうことなんですねそれは急激に痩せることに対するストレスなんですこの体が感じる変化は全てストレスであるっていうことなんですつまり急に痩せようとするとそれだけで体がストレスを感じて体重が落ちないようになるこれが停滞期なわけなんですよねで体重の変化を見てもそうなんです水をたくさん飲んで体重が増えた時に脂肪が増えたわけじゃないのに テンション下がるじゃないですかでも水を飲んでることによって筋肉に水が蓄えられて代謝が上がっているっていう面もあるわけなんですよねただこの代謝が上がっていることは数字で表すことが難しいから体重を測ることすらストレスになるっていうこともあるじゃないですかだからどれれれれだけけ正論を並べららてても受け入れられなないいことってあるじゃないですか例えばお医者さんに行ってですね血液データが悪いから食べるもの気をつけましょうねとか血圧の薬飲まないといけないですよ って言われても「いやそんなん分かっとるわい分かっとるけど難しいんじゃい」って思いませんこれはもともと細い人とか頭でっかちに賢い人たちには僕たちの痩せない気持ちなんて分かりっこないんです痩せようと思っても痩せられない我慢しようと思っても食べてしまうそんなストレスなんて理解できっこないんですだからこの動画の中ではこのストレス自体がお腹の脂肪に影響する原因だったり要因を3つご紹介をしていきます1つ目スストレスホルモンと脂肪 脂肪の関係2つ目姿勢が及ぼす悪影響3つ目誰かに指導されたもののストレスこの3つがあるんですね例えば1つ目ストレスホルモンと脂肪の関係僕たちはストレスを感じるほどお腹周りに 生きていくために大切なものがいっぱい多いからここを守ろうと脂肪をためようとするっていうことが研究によって分かっているわけなんですよねだからこのストレスを減らすためには1分ぐらいの運動をすればいいっていうことなんですそれも仕事の合間だったり家事の動作の合間何か頭を切り替えないといけない時ってあるじゃないですかそういう時にこのスイッチを頭だけ入れ替えるのではなくて体のスイッチを入れ 切り替えるために1分程度のものを間に挟むことによってストレスが軽減するんだよっていうことが言われてるんですだからこの家事をする時とか子供を抱っこしながら掃除機をかけるときにとかですね具体的な方法っていうのを動画の後半でお伝えをしていきますだからまず一つ目はストレスホルモンと脂肪の関係があるんだっていうことなんですね2つ目 姿勢が及ぼす悪影響これは僕たちはテンンショががが下るるだけでで姿勢が悪くなるんです例えば考え込んでる人悩んでる人ってこう猫背になってますよね。この姿勢を取るだけでメンタルが下がるっていうことが分かってるんです。それもこの曲がることによって骨盤が後ろに下がって下腹がぽっこりしてしまうここの血流が悪くなって脂肪が溜まりやすくなるっていうふうに体はつながっているわけなんですよね。だから エクササイズをするときは伸びていくようなエクササイズが必要になってくるわけなんです。だから2つ目っていうのは姿勢が及ぼす悪影響についてなんですね。で3つ目ダイエットが誰かに指導されたものはストレスがかかるよっていうことなんです。それは僕たちがやる気を上げるときに関係があります。それはやる気を上げる方法は2つあるんです。 これはドーパミン系かノルアドレナリン系か2つあるっていうことなんですねこのドーパミン系っていうのは気持ちいいなっていう風なホルモンが最終的に出ますただこのノルアドレナリン系っていうのは最終的にストレスホルモンを出してしまいますこの違いっていうのは何なのかっていうとドーパミン系は自分でやろうとしてやったものに関しては気持ちいいな続けようっていう気持ちが出てくるんだけど誰かにこれやれあれやれって言われたものは 最終的にスストレスを感じててしまうっていうっいことなんですねつまりストレスをなくす方法を見つけることによってお腹の脂肪を減らすことができるそのためには動作の切り替えの時に頭だけではなくて体を切り替えることができるもの姿勢を伸ばす方向に行うものでありなおかつ自分自身で継続できるものでなくてはならないっていうことなんですね。とはいえそんなに簡単にストレスってなくならないよねって思いますよね。確かにすぐはよ 良くならないかもしれないけどストレス自体も 1> 1日ででまったものじゃないですよね毎日の積み重ねで最終的に爆発したものじゃないですかだからエクササイズも毎日コツコツ積み重ねるだけでこのストレスを減らしていくことができるんだっていうことなんですねだから今からご紹介するのは肩甲骨をを動かすすすことにによっっててスストレスを減らす方法になってくるんです具体的にはデスクワークだったり仕事中家事の動作の時寝る姿勢の時この 3つのの動作の時にでききる方法を紹介していきますどうしてこの動作の時に必要なのかっていうと猫背が原因で下腹ポッコリしてくるだったり血流が悪くなることが多いので伸ばしていく必要があるんです。 まずは仕事中ですまず一つ目は物を何か取る時に肩甲骨から動かすようにするっていうことなんですねよくあるのは座った姿勢のまま体を回して取ろうとすることが結構多かったりするんですがこの時に この胸の部分が開くようにものを取るようにするとそれだけでも開いていくことができるっていうことなんですね。また昼休みの中に伸びてこの肩甲骨を後ろに引くっていうのを1分間 これだけでも十分効果があるんだっていうことなんですねだから仕事中はものを取るときに肩甲骨から動かすようにしてみるこの胸が開くようにしてみたりとか昼休みの時に胸をこのようにして開いていくっていうことが大切なわけなんですね家事をするときとかですね掃除機かけるときあるじゃないですかこの時に普通に掃除機をかけてしまうとまた猫背になってしまうので 体はそのまんまの位置を保持して掃除機だけを前に前に出すんですもう掃除のことなんかどうでもよくて自分の体のことですねもう前に 前にすることによって、この肩甲骨と体がしっかりと伸びてくるっていうような状態を作るっていうこと、これをやってみるっていうことですね。また、洗濯物を畳むときに、タオルを使ってぐーって伸びてみる、後ろに伸びてみるとかですね、タオルをぐっと横に引っ張ったまま上に上げてみるとか、後ろにタオルを引っ張った状態で伸ばしてみる。 などがですねより効果的な1分間のエクササイズになりますまた誰でもできる寝る前のエクササイズっていうのは肩甲骨の下両方のですねこのちょうど胸のところありますよねこの後ろ側に枕だったりとかタオルを敷いてもらってそのまま上向きに寝るんですそうなるといつもよりも肩甲骨が上向きに開くのでその状態で 鼻から息を吸って口から吐くっていう風にしていただくと自然と胸を張るっていうことができるようになりますまたどんな時でもできる方法とすれば立った姿勢で胸を開きます手をまず開きますこの状態で肩甲骨が後ろに引っ張られることによって姿勢が良くなりますただこのまんまだと良くないのでこのまま手首だけ肘から手首までを ひっくり返すこれによって姿勢がいい状態をキープできるので気が付いた時に手を広げて手首から肘までを元に戻すこれをしていただくだけでもお腹がへこむ方法になってくるんだっていうことなんですねだから楽して本気でお腹痩せする方法はストレスをなくすために肩甲骨を開いていくっていうのを常に生活の中にどこかに入れることによって お腹がへここんんででくるっていうことなんですよねただ運動とか食事ってなかなか習慣にならないじゃないですかそんな習慣にする方法ですねたった1週間で痩せるリズムを作るもっと具体的な方法だったりとか誰でも習慣になる9つのポイントについては動動画画タイトル下の概要欄メンバー限定動画でもっと詳ししくお話をしてますこの動画を見てもうちょっと進んでみたいな知りたいなって思った方は概要欄からチェックしてみてください最後までご視聴 ありがとうございましたそれではまたバイバーイ